会社の同僚が亡くなったと言って語り始めたイッチ。その同僚はビデオレターを残していたのですが、再生してみるとそこにはとんでもない映像が映し出されるのでした。2010年6月、平日の昼間から怖い話をする暇を極めたチー友たちが集う2チャンネルに、イッチが突如現れました。そして唐突にイッチは、会社の同僚が亡くなったと語り始めます。その同僚の名前は K と言って、フリークライミングが趣味なのだとか。ちなみに、登山はおろか、自分の部屋から一歩も出ないような、この動画の視聴者のために解説すると、フリークライミングとはロッククライミングの一種で、命綱以外の道具は使わずに、技術と体力だけで岩壁を登っていくというものです。そんな、K と H は同僚でありながら仲も良くて、K の家族とも付き合いがあったと言います。ただし、H は視聴者と同じように独身街道を突き進んでいたそうです。そして K は本格的にフリークライミングに没頭していて、休みがあれば必ずと言っていいほど山を登っていたのだとか。ところが、K が亡くなる半年ほど前、K は急に頼みがあると言って話を持ちかけてきます。それは、もし K が亡くなった時のためにビデオを撮っておいてほしいという内容でした。というのも、フリークライミングを趣味としているため、いつ命を落とすかわかりません。そこで、あらかじめビデオメッセージを撮っておいて、万が一の際には、そのビデオを家族に見せてほしいというのです。するとイッチは、そんなに危険なら家族もいるんだからやめろ、と忠告したのですが、K は、フリークライミングをやめることだけは絶対に考えられない、ときっぱり言います。そんな反応も K らしいと思ったイッチは、撮影を引き受けることにしました。そこで、K の家で撮影するとバレてしまうので、イッチの部屋でビデオを撮ることになります。そして、K は白い壁をバックにソファーで座って話し始めました。その内容は次のようなものでした。K です。このビデオを見ているということは、僕は死んでしまったということになります。A 子、愛子、今まで本当にありがとう。僕の勝手な趣味でみんなに迷惑をかけて本当に申し訳ないと思っています。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでいるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は天国で楽しくやっています。皆さんと会えないことは残念ですが、天国から見守っています。愛子、お父さんはずっとお空の上から見ています。だから泣かないで、笑って見送ってください。では、さようなら。そして、当然、このビデオを撮影したとき、K は生きていたのですが、それから半年後に、K は本当に死んでしまいます。その死因は、フリークライミング中に足を滑らせて落下したという事故だったのですが、クライミング仲間によると、通常は落ちても問題がないように、安全マットを敷いて登るのだとか。ところが、その日は落下予想地点から大きく外れて落下してしまったため、事故を防ぐことができなかったそうです。こうして、K の通夜と告別式が行われたのですが、K の奥さんと娘は泣き叫んでいて、とても悲惨なものとなってしまいました。そして出席したイッチも、まさかあの K が、という思いで未だに信じられません。それから一週間後、イッチは例のビデオレターを K の家族に見せることにします。その頃には K の家族も落ち着きを取り戻していて、イッチが K のビデオレターがあると言ったら、ぜひ見せてほしいと答えました。そこでイッチは、初七日の法要がある際に、親族の前で見せることとなります。しかし、悲しみは完全には癒えていないのか、イッチが DVD を取り出した時点で、親族は泣き始めてしまいました。
そんな親族に対してイッチは、これも供養になりますからぜひ見てあげてくださいと慰めてビデオレターを再生します。するとうーという音とともに真っ暗な画面が10秒ほど続きました。そしてイッチが撮影に失敗していたのかと思った瞬間、暗闇の中から突然 K の姿が浮かび上がってきて話し始めたのです。イッチは実質で撮影したはずなのにこんなに暗かったかと疑問に思いつつビデオを見ることにしました。その内容は K です。このビデオるということは僕はでしまゆります。A 子愛子、今まで本、ありがとう。というように、映像は K が話す声に、という雑音が混ざっていて、非常に聞き取りにくかったようです。しかし、続きは再生され、僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでいるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は、ずわー、あいこ、お父さん、死んざわーらい、死にずわーりたくないよー、わーざ。という、最初に見た時のものとは全く違う形で再生されたようです。そして、これを見た瞬間、イッチは背筋が凍りました。最後の方は雑音で、ほとんど聞き取れなかったのですが、K の言葉は撮影時とは違っています。それはまるで断末魔の叫びのような言葉に変わっていて、K が話し終わる頃には、暗闇の端から何かが K の腕を掴んで引っ張っていくのがはっきりと見えたと言います。すると、このビデオレターを見た親族は泣き叫んでしまいます。さらに、K の奥さんは、なんてものを見せるんだ、と、イッチにつかみかかってきて、K の父親は、イッチを殴りつけました。すると、奥さんの弟が仲裁に入って、K 兄さんはいたずらで、こういうものを取るような人じゃない、と言って話をしてくれます。こうして、その場を収めることはできたのですが、イッチは土下座して、すぐにこの DVD は処分しますと謝りました。そして翌日、イッチは DVD を持って近所の寺に行き、処分をお願いしますと頼もうとします。ところが住職は DVD が入った紙袋を見るや否や、それはうちでは無理ですと突き返したのです。するとその代わりに、ここなら条例してくれると言って別の場所を案内されたのですが、そこでもとんでもないものを持ってきたねと言われてしまいます。そしてその神主は K がビデオを撮影した時点で完全に地獄に引っ張り込まれていたと話し始めました。さらにそれから半年も生きていたことが不思議らしく、本来であればあの直後に事故に遭って死んでいてもおかしくなかったそうです。こうして K の話を語り終えたイッチはスレから去っていきました。これまで黙って聞いていたスレミンも素直に怖いと感じつつ、イッチや残された遺族のことを思って悲しいと言います。一方で遺言をビデオに残しておくようなことを悪趣味だと言ってやめてほしいと拒否するスレミンも出てきました。このスレミンによると、生前の様子を捉えたビデオは薄気味悪いと感じるそうです。とはいえホラースレとしてはなかなかの出来だったようで、久々の良作とスレミンからの評価も得てこの話は終了しました。普通にトラウマ映像でくさ。他の怖い映像系の動画はこの辺です。概要欄から見てください。ご視聴ありがとうございました。